ゆうせんさん、中古車って私ね、結構好きなんですよね。新車も買うことあるんですけども、中古車って例えば10万キロ乗ってる車って、やっぱ少なくとも7年とか8年とかね、もっと言ったら12、3年乗ってるっていう、この車の歴史があるんですよね。で、ワンオーナーカーも、まあそれなりの魅力はあるんですけども、私の場合はね、オーナーさんがまあ3人とか4人乗り継いでも、これはこれでいいなと思うんですよ。というのが、中古車買う人って厳選して買うわけなんですよね。適当にポンって買わないわけなんですよ。まあですんで、まあもちろんね、中古車屋さんの、なんですかね、メンテナンスもあると思います。買い取りの時とか、販売する時とかあると思うんですけども、それよりも中古車を買う時の、その購入者さんのね、目利きがあって買われるわけじゃないですか。で、しかもその方は中古で売る時のために、まあ大事に乗って、消耗品を交換して、いろんな思いを込めてね、中古車屋に流すわけですよ。そういった繰り返しで、3回も4回も厳しい目を通り抜けて、今度私の目の前に出てくる中古車っていうのは、やっぱり私ではね、見抜けないぐらい、細かいところまでメンテナンスされているというふうに私は思うんですよね。で、今の時代、悪い車をそこそこの値段で売って儲けようなんて車屋さんは、もうね、とっくに潰れてしまって、長続きしてないと思うんですよ。ですんで、ある程度の規模を拡大して、例えばこう2個1とか3個1とか言ってね、部品取りの車から持ってきたまだいける部品をこう組み合わせて、1台の正々堂々と真っ当に売れる車に仕上げてる、まあその技術力とか、その部品を選ぶセンスとかね、それから交換部品がいつもある在庫の豊富さとか、そういったものを加味して、まあ1台の車を私の目の前に送り出してくれる時には、まあ本当にね、隙がないぐらい作ってくれてるんだろうなと思うんですよ。で、それを裏付けるのが質問なんですよね。やっぱり車のメンテナンスをきちんとしているセールスの方。で、今はね、中古車のセールスの方って言っても、同時にメンテナンスもしてるんで、リアルタイムで回答をくれるんですよね。あ、その辺はこうでしたよとかね。タイミングベルトのことも聞くんですけども、タイミングベルトは大体10万キロで買えるらしいんですよ。それがおそらく10万キロ中古車寿命説になってるのかなと思います。タイミングベルトって結構大きな交換になるじゃないですか。でも10万キロと言いつつも10年に一度っていう言い方もあって、その他ね、5年に一度変えた方がいいものとか、3万キロで1回交換した方がいいとか、いろんな消耗品があるんですよね。で、そういう消耗品が多分10万キロを超えて、もしくは10年を超えて、使っていくうちに、消耗品の変えるペースってのがだんだん早くなってきたりとか、ものによってはするのかなと思いますし、でも基本的にはね、消耗品を取っ替えていけば、あの、車なんて所詮ボディを運ぶためのエンジンメンテナンス部品なんで、そのエンジンのプラグとかを定期的に変えたりとか、消耗するところをね、ブレーキパッドをやったりとか、ゴムの劣化したところを7、8年に1回変えるってすれば、まあ、ほぼ新車と同じ状態に戻っていって、で、ボディなんて錆びようがどうしようがペンキ塗れば終わりで、それは駆動系に全く問題がないんで、で、エンジンが元気だったら車は走るし、で、それぞれの細かいパーツも交換していけば、そっからオイル漏れもないし、何の問題もないということで、あの、なんかね、40万キロぐらいは全然走るし、100万キロも行くんだってことなんですよ。ただ、ユーザーさんが、もう、何回も何回もね、中古車転売されてきたものをだんだん扱わなくなってきたりとか、預かった中古屋さんも、なんかメンテナンスで直すところ多いなとか、ユーザーさんもあちこち直さないといけないなと思ったら、その、なんていうんですかね、中古車を購入したコストに比べて、メンテナンスのコストの方が上回っていくポイントが多分あると思うんですよ。そこで価値を感じなくなるんじゃないですかね。まあ私が持ってるナイト2000なんてのも、まあ、車自体も出玉が少なくなってるんでね、あの、やっぱりそこそこの高値で取引はされてると思うんですけども、それでもやっぱりね、あの、預かって、今、車検に通るように整備しただけで、ナイト2000じゃなくてもね、普通のトランザムして直しただけで、そこそこのコストかかってくるんですよね。例えば中古車のボディを100万円で買い取っても、それを走れるようにするのに、やっぱり100万円とかかかっちゃうと、なんとなくアンバランスで、まあだから、ね、まあ、あれですよね、トランザムはまだしもですよ。トランザムはアメリカに買い付けに行くくらい、希少車なんで、あの、結構なやつも売れるんですけどもね。で、カマロの部品がそのまま使えるみたいなんで、あの、トランザムは作ってないけども、カマロの部品で代用みたいなのが全然できるということでね、あの、長続きしてるんですけども、そういった事情があって、中古車っていうのはね、いろんな人の知恵とか愛情を、なんか、まとわりついて、私の目の前に来るのかなと思うんで、結構好きなんですけどね。なんでもいいわけじゃないんですけども。
まあだから中古車の魅力っていうのは十分あるんじゃないですか。それこそ安くても腐ってもタイみたいな感じじゃないですかね。うん、じゃあそんなところでまた明日。